をしとけよ。こうなった。この度はこんな私を選んでくれてどうもありがとう。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読んで。ひろしくん、これ私の取説です。まず3つポイントがあります。1つ目は面倒くさい仕事を振らない、2つ目は定時退社 OK、 3つ目は遅刻しても怒らない。でまず1つ目から解説していくと、うん、面倒くさい仕事、私こまごまとした仕事嫌いなので表作りをやってって感じ。2つ目の定時退社に関しては私はもう早く帰りたいんですよ、その後予定があって。3つ目の遅刻しても怒らないに関しては結構夜更かしするタイプなので遅刻しても怒らないみたいな。では勉強しとけよ。俺びっくりしただけなんやけど